3位でした。どんな思いでバッターボックスに向かったんですか。はい、あの高谷がね、ヒットに出て、プリが送りバントを送ってくれたので、僕も、つなぐ意識で、打席立って、まっすぐをね、いい感じで打ったんで、はい、とても嬉しかったです。それに完璧に捉えたように映りましたが、手応えはどうだったんですか。はい、いつも言ってるんですけど、今年に関してはいい当たりが少ないので、はい、自分でもね、まだ今年1の当たりかなと思うぐらいいいスイングができたと思います。前回のホームランからちょっと間が空きましたが、本当にファンの皆さんは松田選手の一発を待ってたと思いますよ。強い打球を飛ばしてホームランを打つっていうのが、持ち味だと思ってるんで、前の、ね、ホームランからなかなかね、出なかったんで、自分でもね、いろいろ考えたんですけど、はい、今日いい当たりを打ったんで、また、最後の10月ね、ああいう当たりを数多く出るように、また一生懸命ね、打席に入っていけたらいいかなと思います。今日はロッテが敗れまして、ゲーム差が2ゲーム差になりました。残す試合数は30試合、松田選手、何度も経験してきた優勝争いも佳境を迎えていきます。どんな気持ちで、どんな姿をファンに見せたいですか。そうですね、継続もいつも喋ってますけど、勝負はね、この10月からだと思いますので、出た時、与えられた状況で、ね、結果を出して、とにかくね、チームの勝利に貢献できる一本をね、これからも数を送ったら、必ずね、みんなで優勝できると思いますので、そういう打席をね、数多く、打っていけるようにやっていきたいと思います。初めてなんですけど、ちょっとお客さんのコロナなんで、まあ、聞いといてください。ワン、ツー。